です。おはよう。無言かい。待っとけ。帰ってきたね。今日帰ってきた。昨日。あ、昨日。昨日帰ってきたっていうのは、ベトナムで実習生で3年来とったんだな。うちの2期生。ちなみに2期生は全員おらんかっちゃったんですけど。実質こいつがまあ最初で、まあ、苦労したんだな。最初はちっちゃい部屋だったしな。でだんだん家とかそういうのも大体整備について今はあの先生もいるな、あのちゃんと教師もいると日本語の先生をいたベトナム募集して毎週日曜日か2週間に1回勉強会してるんですか。勉強会をやってます。まあ、これ別に義務じゃないんですよ。だけどうちは独自で、まあ、せっかくなんで覚えてもらって帰ってもらった方がと、うん、3年行ってまた2年行ってまた5年来れるんで合計10年ぐらい行ってるらしいんですけど、詳しい理由はちょっとあんまり分からないんですけど、本当にもう3年でもバリバリだと思う。じゃあお前の日本語のレベルどうですか先生。結構うまいっす。うまい、うまいっすか。ちょっと喋ってみようか。昨日は何食べましたか。いっぱいベトナムの料理、はい、まあ、私ベトナム持って、あ、まだ昨日、あ、そういうことだ。みんなに持ってきたったんだ。本当に昨日帰ってきたんだ飛行機乗って。でまた今日からもういきなり現場すごいですね。で17日まで休むって言った。そう、11日まで休むんです。なんで出たの。もう出たかった。僕に会いたかったね。まあ暇だもんな、仕事してるから。昨日はミチ君と会った。ミチでしょ、飲んだ。夜何見た。ベトナム料理いっぱい見た。あ、一緒に。あ、みんなベトナム料理に日本人が来てみんなでご飯食べたんだ。あ、まあうちも結構仲いいんですよ。ベトナム人と日本人でミチ一人。ミチ君も。あ、ちょっと寂しいもん、会社の近くで友達ねし会社しか友達ねしか。ベトナム帰って何やってましたか。ベトナム帰って、1ヶ月ぐらいは季節作って。あ、仕事しとったの。いえ、食べ作って。あ、そう。あ、仕事しとったの。遊んでるわけじゃないんだ。こんだけ仕事したの、遊べばいいじゃん。何だろ、いっぱい。わかんねえよ、ちょっと。それ好きなのよ、ちょっと。向こう帰って仕事したの。仕事しとったの。半年やかと。なんで帰ったのか、一回。いや、帰らなかったですよ、料理所。あ、最短1ヶ月でまた戻ってこれる。そういうことか。ビザの関係とか。もうよく分からない。いや、そんな実習制度のなんか。あ、そういう、あれ。から帰らしたって、起床させなさいよ。1ヶ月以上は時間入れなさいよ、みたいな。で、こうやって、もう今全然喋れるじゃないですか。はいはい。3年なんで、結構1年ぐらいからもう言っとることわかる。あ、俺らが何喋っとるかは、もうほとんど分かった。1年ぐらい進むかな。まあ、大体そんな感じですよ。一番最初来た時は、日本語勉強してくるってこと。勉強してくるだろ。ちょっと、もう全然できんかった。勉強しとったの。全然できんかったよ。声楽しい。はい、楽しい。ほな声がちっちゃいんで、ひどわんわ。かわいい。かわいい。キモいね。いくつ、何歳。26歳。26? かわいい顔してるけど、案外ね。うん、仕事はようやるね。はい。まあ、多分、久田先生より全然早いから。僕はもう老人なんでダメだ。これでフィンにも負けたよね。フィンじゃなかったっけ。誰に負けた。あ、クエッションだ。クエッションだ。早いもんな。みんな早いですよ。シールならも結構楽しんでやってるじゃん。まあそんな感じ。本当にもう全然できる。シールって専門の仕事じゃないですか。もう、まあ、かなりマニアックな仕事だ。最初はちょっと難しいんじゃないかなと思って、もともと塗装は入れとったんですけど、はいはいはい、あの役があるじゃないですか、はいはいはい、シールって全員やれなかったんで、うんうん、難しいかなと思ったけど、何のだろう。先生はただ運転手だ。じゃあ山口さん、あ、山口。あ、山口が教えてくれるし、珍獣が珍獣、珍獣って。だから大きい現場僕入ってやる。要は下請け仕事入ってるもん。ああ。どう取れんの。あれか、ほんま大きい。あの、そうです。マンションとマンションとかで、もう1ヶ月2ヶ月ハマっちゃってるとかな。今もそうだろ。大きい現場な、瀬戸かなんかでやってるな。まあ、そんな感じです。でもこれから2年。またいろいろ楽しんで、まあ、あだ名がたかしですからね。なんでかしら、珍獣が決めたの。まあ、あだ名別に。そうだよ。ちたかしなよ。会社のカメもたかしなの、私が。みんなたかしつけてたかし、たけし。全員ベトナム人に、全員たかし、たけしとかなんかな。全員料理とかでもかなぁ、思わせて。そんな感じです。また見てねー。